自分が一番心に響いたこと、一番感じたこと、大事なこと、それをメモしてください。サスペンス55番谷口大地です。今日は皆さんの質問に何でも答えるつもりでいいので、どん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 質問していってください。よろしくお願いします。質問のある人、手を挙げてください。バスケットを始めたのは何歳くらいの時ですか？小学校2年生の冬から始めました。それでは大人たち、入れ替えということです。いい質問です。最初バスケットやりたくなかった。本当はサッカーのゴールキーパーになりたいってずっと小学校の時も言ってたんですけど、親が、僕のお父さんとお母さんが2人とも高校のバスケットの教師で、分かりない